これは衝突した瞬間の映像でしょうかね。こう見てくださいね。こうやって自転車と、後ろの男性の歩行者ですね、この後輪の部分ですけども、泥よけのところね、こうやってね画像が切れてますね、透き通ってますね。わかりますか？透き通りますか？こうやってね、よく見てくださいね。これ CG なんですよ、これね。こうやってね一コマ一コマをね、写真に撮ってね、画像を見るだけでね簡単にわかるんです。こうやってね後ろが透けてますね、途中で切れてね、画像がね荒かったですよね。こういうのはね編集してることが多いんですね。この昨日の保釈ですか、保釈で事務所の車がなんかね迎えに来てましたけども、これはね、692でね、まあ6とこの9と2を足して、611、ね、反対にすると911ね、アメリカ同時多発テロの911になったりします。それからね、起訴された日が、9月の26日でしたよね。こういうのでもね926という数字が出てきているわけですね。こういうのもねちゃんとインサイドジョークですよ、こういうのはね、内輪だけでこういうネタを作ってね盛り上がってるわけですね。皆さんはね騙される側ですね。これ611、911もありますしね、9月26日に起訴っていうのも入ってるわけですね。何回も言いますね。こういうふうに傷は全然入っておりませんね。少しへこんだかなんかしてますけどもね、こういうのもねあらかじめ作ってますね。何ですかこれ見てください。これナンバーもねなんかいかにも、手で曲げたようなナンバーですよね。おバッテリーがなくなってきよる。でこれが自転車ね、これ自転車は何ですか？これ吉沢瞳の車のね鑑識がこうやって調べてますけどね、これ本人の自転車、被害者本人の自転車と思っていいですよね。違うんですか？なんでわざわざこんなことをやってるんですか？メディアはこれ言わないといけないですね。これが本人のかそれとも違うのかね。なんでそしてねまたわざわざこういうふうにねこの自転車を用意したのか、そっくりな自転車をね、おそらくこれはこの被害者本人の自転車と思っていいですよね。見てくださいこの損傷の仕方、86キロですよ、86キロ86キロでね急ブレーキで、交差点内入って歩行者を跳ねたわけです、ね、直前のスピード86キロありえますか？これこの自転車ねありえますか、ね、無傷じゃないですかこれね。どういう事故だったんですかこれは。車もねわざとらしいちょっと開いただけのバンパー、エアロバンパーね、それとこのねカゴすら曲がってない自転車、どうですかこれ。皆さんこれ信用しますかね。弟とされるね浩太、吉沢浩太ね、これの事件もね50メーター自転車が飛ばされて全くね損傷のないというね、少し曲がっただけでしたかあれはね。こういうのでね皆さんね騙されてるっていうのをね気づかないといけないんですね。ね、これ見てください。これ透明になってるんですから、自転車のこの後ろの部分がね。これ何ですか、この足は。このひょろっとした足はねえ、これ何ですか、これ。どういう足ですか、これ。ルパン三世ですか、これ。それからこの自転車ねこの部分ね、この部分透けてますね。よく見てください、動画を。でね、こういう部分をよく見てくださいね。ありえません、こうやってね。画質が荒いのもありますけどもね、こういうふうに透けることはないんですよ、こうね。もうないか。ね、更新された情報がいろいろありましたけどもね、その後もね、仙台で事件がありましたけど、交番のね、これも33が絡んでました。清野博明ですかね、巡査長。これもやらせですね。こういうふうにね、詳しく見ると分かるんです、嘘っていうのがね。ね、おかしい自転車です、これもね。ね、ここではね、透き通ってません。後ろはね。しかしぶつかる瞬間っていうのはね、もうこういうのもね、インサイドジョークですね。彼らは分かってるわけですね。わざとこういうのを見せてるわけです。でね、大衆がいかに騙されるかっていうのを見てね、笑ってるわけです陰でねそれからこのね、ドアの付近ね、これ反射してますけども、歩行者がね映ってません、映ってます？ね、映ってませんよね。なんか変な白い光がね、こう映ってますけども、横断歩道の、ラインでしょうか。それにしてはね、この歩行者がね、もう少し大きく見えていいと思いませんか。こうすぐ近くにいるわけですからね、近くにいるわけですから、この部分ね、綺麗なもんですね。これなんか何ですか、これ。これはね、ジェネクスト株式会社というところですけどね、映像解析部、何にもやってませんね、この人たちね。こういうのをね、アリバイ作りにするわけですね。問題の映像を専門家が検証。何ですか、これ。紙に書いてちゃんとデータで示さないといけないと思いませんか、これねえ。何ですか、これ。落書きですか、これ。なんて書いてあるかさっぱりわかりません、これ。ねえ。何の計算ですか、この小さな。いかにもやりましたっていうようなね。まあ今回のね、このやらせ事件用にこういうふうなアリバイを作ってるわけですね。何の映像の解析もやってません。おまけに60キロとかね、適当な数字を出してるわけですけど、やっぱこういうのでも6が絡んでるわけですね。6を出したいわけです。で、26日に起訴、そして26キロオーバーとかね、こういうのも26をやってるわけですね。26っていうのはね、2プラス6で8になりますよね。8になります。そして26日でしょ、26キロオーバー。こういうのもね、わざと数字を作ってるわけです。ね、26で、88になりますね。2プラス6、2プラス6で、ね、それぞれを足すと88になるわけですね。88っていうのはね、アルファベット順で言うと ABCDEFGH になりますね。HH になるわけですね。HH っていうのはね、入るヒトラーの意味なんですね。こういうのね、知らない人たちが多いです。そして、この7秒間ね、7秒間会釈というか謝罪、陳謝のね、で、吉沢瞳がね、頭を下げましたけど、この7秒というのもね、意味があります。7秒というのはね、アルファベット順でね、A、B、C、D、E、F、G でしょ。G っていうのはね、フリーメイソンリーの G ですよ。ね。で、G っていうのはね、アルファベット順で1回転目が7番目。で、2巡目。1巡目が7番目ですよ、G は。で、2巡目はね、A から Z までが26ありますから、それプラス7足したらいくつになりますか？ 33 になるでしょ。そういうふうにね、全部計算されてるんですね。こういうのをね、ちゃんと昔からね、考えてるわけですよ。こういうのをやっとけば、後でショックが大きいと。ね。ショックバリューでもありますからね。これは前言いましたね、このバンパー。ね。バンパー。ね、こういうふうに開いて戻るんです。で、画像がぼやけてますよね。ね。こういうふうにはね、開きません。ね。すべてがインチキですからね。スリップ痕。86キロ直前。ね。事故直前のスピード86キロでね。普通現場に取材に行くとですね、スリップ痕が残ってるはずなんですよね。そのスリップ痕をね、皆さんメディアからね、見せてもらったでしょうか。ね、全然見せてもらってませんね、私たちはね。スリップ痕がね、絶対残ってないといけませんね。前も言いましたけどもね。こういうことなのでね、リアクションもね、おかしいわけです。ね。おかしなリアクションを取るわけですね。ね、この6球がね、絡んでます。フリーメイソンリーのね。33絡んでますね。こうやってね。またね、この前も言いましたけども、ね、なんで、白黒のね、姿で、謝罪のね、会見をした。会見というか何ですかね、あれはね、保釈後にね、頭下げる時のファッションね、これ白黒でしたよね。これフリーメイソンリーのロッジの、床ですよね。チェッカーボードシンボルね、こういうふうにね、全部話は出来上がってるんですね。それから何がありましたかね。まあ、こういうふうにね、皆さんはね、何も見ません。ね、何も見ないでね、ストーリーだけで信じさせられるわけですね。こういう作り上げられた、シミュレーション。ね、彼らが作ったシミュレーションの世界で、ああだこうだ言ってるわけですね。何も見ません。ね。普通考えたらわかると思うんですよね。しかし皆さんはメディアとかそういうね、言われたことしかね、考えることができないわけですね。ということで、終わりたいと思いますね。また詳しいことはね、時間があるときにやりたいと思います。これもね、 LGBT のアジェンダですよ、これね。ワイシャツで、まあ、ちょっと男っぽいファッションになってますよね。髪をね、短くしてねこういうのもね、 LGBT のアジェンダが入ってますね。逆差別アジェンダですね。ね、これ駐車スペースなんで後から出してですね、こんないつの話ですかね、これね、ニュースね、ミヤネ屋って書いてますね、これね。これスリップ痕を見せないといけないんですよ。スリップ痕がないんですから、これ。ないというか、メディアが見せないんですから。ね、意図的ですよね、こういうのもね。ということでね、終わりたいと思います。皆さんもう少しね、詳しく見てみてください。こういうのね。詳しく見てください。いつまででも騙されます。詳しく見ないとね。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。